12歳から14歳のジュニアの選手たちは次のシドニーオリンピックの主役、その筆頭候補としてロシアが金メダリストとして育てるカバエバです。ジュニアというのは申し訳ないぐらい完成された演技ですね。難度のレベルはもしかしたらシニアより上だと思いますね。柔軟性がありますのでね、何をやっても B 難度になってしまうんですね。高いレベルの難度になってます。でも縦柔らかいっていうのではなくて、ちゃんと筋力トレーニングをしてますから締まりがあるんですよね。これ見てください。すごい軸の伸びですよね。去年に比べるとぐっと可愛らしさの中にも少しお姉さんらしさが増しました。あだ名はアリーナを変形した形でアーリャと言いますね。アーリャかわいいですね。まだアーリャちゃんと呼んでいたい、そんな14歳。うわすごいな。新体操見て驚かされるのは、やっぱり体幹部、胴体の柔らかさ、胴体でも何か表情を、ね、持ってるというのはすごいですね。これボールを足で挟んで、さあいよいよエンディング、どんな風に決めるか。うわすごいな。この体幹部の柔らかさってどうやって作れるのかな。ロシアの秘密兵器と言っていいでしょう。これに、動きの滑らかさが加わってくればもう恐ろしい存在ですね。カバエバの演技をご覧いただきました。さあ優勝争いもいよいよ佳境です。コマーシャルの後はクラブの妖艶な演技をご覧ください。